トリツ族が活動したゴガ地方、トリツ族は古代インドの宗教文献、リグベーダに現れるインドアーリア人の一部族の名称。リグベーダの考察からインドアーリア人は現在のアフガニスタン東部からインドのパンジャーブ州及びウッタルプラデーシュ州にあたると推測される七つの川の地と呼ばれる地域に移住してきた。その当時にインドアーリア人は基本的に パンチャジャナと呼ばれる5つの部族に分かれていたと考えられ、トリツ族はそのうちの一つである。パンチャジャナのうち、特にバラタ族とトリツ族が有力で勢力を増し、次第にプール族などの他の部族との間に緊張関係が生じた。ついにプール族など5つのアーリア人の部族と5つのヒアーリア人の部族が連合して、トリツ族とバラタ族に対して、 獣王戦争を起こした。スダース王が率いていた、トリツ族はバラタ族と連合し、獣王を撃破して戦争に勝利した。トリツ族とバラタ族はこれにより、パンジャーブ地方の諸部族の中での支配権を確立した。しかし、獣王戦争以後のトリツ族については、歴史を伝える資料が存在せず、不明である。ありがとうございます。